皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということでね、本日も、いろいろお話をしていきたいなと思うんですけど、今日はですね、虚言癖のある人ですね、これの特徴と心理についてね、お話をねしてみたいなというふうにね思います。そもそもね、虚言癖というとね、嘘をね、平気でつく、そういったね癖のある人ということでね、どうしてねまずそういうのは嘘をつくのかなみたいな部分っていうのがねあると思うんですけども、これ特徴はやっぱりありましてね、プライドが高くてね、虚栄心が強いっていうようなねことが原因になってるっていうことが一つあると思います。プライドが高い、そしてね虚栄心が強いってことは見栄っ張りということでね、言い換えると、ええかっこしいとかね、俺はすごいんだみたいなね、ものがあると思います。ですからそういう意味ではね、尊敬されたいとかね、優越感に浸りたいなっていうことがね、その自尊心を満たすためにね、嘘をついてまでね、そういうものをね求めてしまうと、ですから逆に言うとですね、こういう人は、バカにされたり、あるいはですけど下に見られたりすること、これをですね、非常に嫌がるという人がね少なくないと言われてますね。自分がね人より幸せでね恵まれてるとね、他人に思わせるためにですね、嘘をついてるわけですから、他人の幸せをね心から喜ぶってこともね、なかなかできないというふうにも考えられますね。あとですね、劣等感が強い、コンプレックスが強いということですね。これがね虚言癖の原因の一つとも言われてます。自分がね、知識とか経験、これがね足りない人間だというふうに思われたくない気持ち、そういったものがね、心の中に持ちやすい傾向がありますと、つまり自分が劣っているというふうに思うからこそね、その自分の苦手なところとかね、自信がないところをねカバーしようとして嘘をつくということですね。ただねこれの場合、その場しのぎの嘘になってしまうことが多いのでね、どうでしょうか、その詳しい人とかが見ればね、この人言ってることついつまわないな、矛盾してるな、ということで、すぐに嘘だと見抜かれるケース、こういったこともね往々にしてありますと。嘘がバレてね信用してもらえなくなると、人が離れてしまうということでね、このコンプレックスからね、どうしてもね、自分が、そういうものがね足りないんだと思われたくないためについた嘘のせいでね、よりね、劣等感をね強く持ってしまわざるを得ないみたいなね、ちょっとね気の毒な負のスパイラルに陥ることがありますと。そうしまして、あとはですね、努力ができない人というのもねこんなに入りますね。その努力ができない人もよくね嘘つきますと。通常ならね努力で自分が欲しい、スキルとか物などをね手に入れようと頑張る、資格を取るとかもそうだと思うんですよね。もちろん国家資格をね、例えば、試験に合格して売ると言ってもですね、中には道半ばでね、結局試験に合格できずに国家資格を得られなかったという人もねいると思います。そういった、ことなんかでもその過程においてね一生懸命努力するということでですね、自分自身というものをねどうしても客観視せざるを得ないという部分があるわけでして、だから努力をした人ほどね、むしろ自分が努力しても到達できなかったものに対してね、諦めもつくし納得もできる人が多いと私は思いますね。でそれがですね、ただ大した努力もしないのに、上っ面だけペロッと舐めてね分かったような気になってるような人に関しては、それでも自分がね手に入れられない、そういったものを持ってるということをね、普通だったらその情熱はそちらの取得する方に向けなきゃいけないんだけども、それができない人はさもね自分が、そういった実績を持った人間と
同程度のレベルの人間ですよなんて感じでね、まあみんなの前で立ち振る舞ってしまったり、あるいはですけども、まあついついね、まあ古代にものをしゃべる、あるいはですけど、虚言を浪するということになります。これもね、それを聞いた人からすると、いやすごいねとかね、いや頭いいねとかっていうこの称賛をね得られれば満足するわけですね。まあただですね、証拠がないですね。まあ例えば、まあ国家資格の話をすれば、まあそういったまあそういった免状というかね、症状みたいなものって言ってるんですけど、まあね、いただいてると思うんですけども、まあね、そういう免状みたいなものがないですよとか、まああるいはですけども、それに詳しい人から、まあね、突っ込まれると、ちょっとね、全然話が、分かんなくなるというか、しどろもどろになってしまうというようなことでね、まあ、それをごまかすためにまたさらに嘘をつくなんていうようなことでね、まあ、嘘が嘘を呼んでね、もう尻滅裂になっちゃうよみたいなことはよくねありますと。まあ、他にもね、隠したいことがあるね、つまり嘘を言って、ね、例えばどうしよう、怒られたくないように、そのね、子供の頃何かね物壊しましたとかね、なんかやった時にね嘘をつく、やってないなんてね、こういうことをねずっとしてきた子供っていうのはね、大人になってもその癖が抜けませんということで、まあ嘘を重ねれば重ねるほど実はね、ついつまわなくなって大変なことになるっていうふうにね学んでいくもんですから、まあもちろんですけどもね、全く嘘つかない人が誰もいないのと一緒ですけど、ただ嘘をつきすぎると自分でも何やってるか分かんない、それは他人から見てもこの人何言ってるか分かんないということになりかねないので、ほどほどにするっていうことが普通は大人になっていくうちに身につくんですけども、まあ、それがねできない人が一定数いるということですね。まあ、あとはですね、まあこう、まあ、かまってほしいっていうね、もう孤独が嫌みたいなね、みんなからね注目されたいとかね、あるいは称賛されたいっていうね、これは強い、まあどうしようこう強く寂しいなっていうふうに思ってみたりね、本当にこの強烈な孤独にね苛まれたりっていうことがね、まあ、裏返しなんじゃないでしょうかということでね、弱くて寂しいよみたいなね、こういったことが、ついつい嘘をついてね人に構ってもらいたいというようなね、まあ心理で、まあ、嘘ばっかり喋ってしまうとねいうことになります。まあそのこの嘘ついてる人はね、まあ往々にして嘘をついてる自覚がないとかね、まあ、あるいはですけども、みんなにね気に入られようとしてみたりするっていうのもあったりします。まあそれとですね、いや話の矛盾を指摘されても全く動じませんみたいなね、それも虚言癖のある人っていうのはねよくあるんですね。まあ、ですからこういった人に対してね、まあやっぱりどう対応すればいいのかなっていうのはいくつかあると思うんですけど、まあね話をね聞き流すね、まあそういった時のためにはですね、聞いてる方もねいちいち突っ込み入れないで、まあ仕方ないな、このこういう人なんだからなみたいな感じですね。まあそれで、どうでしょうか、本当に大事な約束とかはねそういう人はしないよということで、で虚言癖のある人がね自分を攻撃してくるよなんてことをね恨まれてね、まあなんていうんですかね、その逆ギレされてとかねある場合は、まあ、この人たちは証拠取られるの一番困るんで、まあいろんな発言をですね何らかの形で証拠を残しておきましょうと。そうすると虚言癖がありますから、その前言ったこととね今言ってること随分違うねと。でそれを全然その虚言癖のある人ってのは気にしてないよとかね思うんですけども、でも例えば録音とか聞かせるとね、さすがに言ってないとまで言えないわけですよ。ね、そうすると、あ、まずいなと、この人に対して攻撃をすると、ね、その、
まあ、なんかこう話の矛盾なんか指摘されるとね、証拠付きで指摘してくるんで、あ、この人には構わない方がいいなと思ってね、攻撃することをやめると、ね、まあ、恨みは持ってたとしても、まあね、手痛いしっぺ返し食らう人だからこの人はほっとこうと、まあ、こういうことに、ね、なるんじゃないでしょうかということですね。まあ、今日はね、虚言癖がある人のね、まあ、特徴と心理についてね、お話をさせてもらいました。本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。